千葉県市川市の村越前市長。市長時代には、およそ360万円をかけ、市長室にシャワー室を設置し、公用車には1台1000万円を超えるアメリカの電気自動車メーカー、テスラの車を導入。税金の無駄遣いなどと批判が殺到し、今年3月の市長選で落選しました。在任期間中に買ったものは他にも。市長室の家具の金額について市民の皆さんは理解していただけるとお考えでしょうか。お伺いします。市長室の机と椅子です。そしてこちらの机と椅子、前市長の在任期間中に198万円ほどで購入されたということです。座り心地が柔らかい感じがします。今日市川市はこの机と椅子をインターネットオークションに出品すると発表しました。家具デザイナージョージ中島がデザインした机と椅子は当時およそ198万円で購入しましたが、最低価格は148万円ほどになっています。参加申し込みは今日午後1時から来月14日まで、その後入札を行うということです。市川市は売り上げは一般会計の財源に充てたいと話しています。